はい、今回ですね、今ねここにピンマイクがあって、あの環境音とかがちょっとすると思うんですけど、あのご了承ください。あとね、犬の鳴き声とかね聞こえるかと思いますけど、ご了承ください。で今回ですね、あのカメラバッグについてちょっと動画撮っておこうかなって思ってます。自分が持ってるカメラバッグってニューウェアだったっけ、ニューオア、ここのメーカーのですね、あの結構いろんなカメラ機材を販売してるメーカーで、この66インチポータブル軽量カーボンとか、これいいですよね。こういうのとか、これもこのキャリーのついてるカメラバッグ、カメラバックパックみたいな感じかな、こんな感じですね。このキャリーついてるのがやっぱり便利だと思うんですけど、あとこうやって背負えるし、ただツアー回りながらカメラ機材運ぶってなると、この下にカメラを入れるスペースで、上に服とかケースとか入れる、スペースが欲しいなと思っていろいろ探してはいるんですけど、本当に映像撮りに行くってだけだったら、こういうね、なんかもう縦長のこういうでかいバッグでもいいんですけど、俺が持ってたカメラバッグどれだろう、結局使ってないんですけど、そのカメラバッグもなんかあの全開きあるじゃないですか、これみたいにこれ全部開いちゃう、開くタイプって結局この下の方にあるやつって全部開かないと見えない、撮れない位置にあるんで、これは使いづらいんだと思ってるんですね。これだと一回地面とかにドンって置いて、ファスナー広げて、あのキャリーみたいにキャリーケースみたいに広げて出さないといけないんで、これは使いづらいなと。なんかおすすめのカメラバッグあったらコメント欄の方に残していただければ嬉しいんですけど、これあれかな、 GoPro つくやつってやつかな、じゃない、あードローンも入るってやつですね。こんな でっかいね DJI のドローンは使わないんで、しかもこれ単品で1個だときついな。なんかこの外側のこのバッグの外側にドローンくっつけるやつとかもありますよね。三脚でもあんまり持ち歩かないんですよね、三脚は。結局手持ちで全部撮影しちゃうんで、 Vlog とか動画撮ってる時にやっぱりバッグの中に入れてしまっておきたい、で使いたい時にすぐ出せるっていう状態にしたいんですよね。これいいですね。これも同じメーカーのやつですね。側面この下だけカメラを入れるスペースがある、このモバイルバッテリーが入れられるスペースとこれにあるって感じですね。多分ここに本体でレンズつけたままでも入るみたいな。マジックテープがついてるんで、このマジックテープに合わせて止めることもできると思います。あのちっちゃい、あーなるほどね、これ見た瞬間にしてもびっくりしない、ちっちゃいなー、これはちっちゃいな、普通のリュックタイプが良かったな。でも三脚こんな出ちゃってるじゃん。これかな、あこれですね。これ僕が第一候補に挙げるとしたらこのバッグなんですよ。このバッグを第一候補に挙げたい。このキャップもしまえるんですかね、あとは充電の満タンのバッテリー、どっちかにあの空のバッテリーっていう風に使い分けるみたいな感じですかね。なんかあのバッテリーのいいその仕分けの仕方みたいのあったら教えてほしいんですよ。バッテリー入ってないやつをどうやって分けるか、バッテリー入ってるやつ入ってないやつっていう風にどうやって分けるか。もう僕個人としてはもうこのバッテリー自体にあのこれあのロジクールのマウスなんですけど、このバッテリー本体にそんな多分スペースいらないと思うんですよ。なんでこの分かります、ここね、これオンオフってあるじゃないですか、こういうのを何の機能もしないですよ。ただこういうボタンだけをつけて、なんかここで赤だったら充電ないですよ、自分で切り替えて青にして、これは充電入ってるやつだよみたいな、で充電なくなって本体から取り出したら、あこれもうバッテリーないからねみたいな感じにやれば、これ自分で管理できるじゃないですか。こんなの普通にバッテリーにもう標準でそういうスイッチみたいなのをね、なんかもうつけておく、そっちの方が楽だと思うんですけどね、あの見分け方としては。でこれいいですよね、これ普通にバッグも大きめですし、この画像にはないんですけど、これ下に、これさっきと同じで下にこうやってカメラ入れるスペース、このようにカメラ入れるスペースがあって、この上側はもう空洞のスペースになってるんですよ。でその空洞のスペースにそのツアー回るときに必要な服とかね、あの替えの着替えとかダーツケースとか入れられるようにすればすごい楽だと思うんですけどね。 K&F コンセプトさんのカメラバッグ、これも同じタイプです。これもいいですね、カメラ入れて、カメラ本体入れて、であの横ポケットにあのバッテリーだったり、こっち側にもあるんで、まあ、好きな方に入れるっていう感じですね。でこれ上にこのように服も入ります。
ただ気になる点が1個あって、これパソコンは入るのかなと思ってるんですよ。MacBook とか入るのかどうかみたいな感じのやつが一つだけ疑問ですね。なんか見た目的には入らなそうな感じなんですよね。なんで結局やっぱりお金出してでもいいカメラバッグが欲しいってなったらここにたどり着くんですよ。はい、これですね。ピークデザインのエブリデイバックパック、ここに行き着くんですよね。結局これも同じように横から開くんですけど、横がもう完全に開く状態、横も完全に開くし、上からもね、この上の部分、ここからも普通にバッグみたいにアクセスもできるっていうやつなんですけど、これがやっぱり一番いいと思います。これで上の層に、これね、この上の層の部分にその衣類とかダーツケースとか入れて、横からでもアクセスできますし、上からでも取れるしっていう。それかもう着替え、上はダーツケースだけで、着替えとかはこの一番下の層に、でこれも全部あのマジックテープになってるんで、自分で仕切りを変えて使うこともできますし、こんな感じでね。で横の層にはあのファスナーがあって、小さいポケットも何個かある。でこのピークデザインっていうメーカーはあのあれですね、あのクラウドファンディングで資金を集めて、いろいろあのカメラのストラップとかも作ってます。あのカメラのストラップすごい、ピークデザインのやつね、あれすごい便利だと思いますね。これどっちも色かっこいいけどね、この黄土色のこのワンポイントがかわいい、これがいいですよね。あと青いラインとかね。ただこっちもかっこいい、カメラバッグっぽい、どっちもねデザイン的には、柄とかね。でこのここですね、これあのバッグの上の開く部分のこの構造もすごいよくできてて、あの YouTuber の瀬戸康史さんとビート内藤さんがこれレビューしてるんですよ。2人ともすごいいいレビュー動画出してるんで、そちらを参考にしていただければすぐわかると思います。これめちゃめちゃいいですね。でこれ上にパッて開いて、でこれ頂点まで行って、これ一番上のね、ここ一番上のこの部分のフックにかければ、その分だけ容量が増すんですよ。でいらないなと思ったら一番下のね、ここにフックかければ、そのままもっとコンパクトにできますし、ピークデザインの製品は全部よくできます。ただやっぱり難点があるとしたら高いですよね。めちゃめちゃ高い、32,000円、33,000円とは、それくらいのカメラバッグですね。ただ合成もすごいよくできてて、あの撥水効果がしてあるんですよ。水がかかるとあの弾く、中のカメラとかも濡れたりとかね、それ心配ないですし、あのファスナーもこれも、水が侵入しないようにできてるファスナーですね。ですねまあこんな感じでカメラバッグについていろいろ喋ってるんですよ。あとこれもいいですよね、このエブリデイメッセンジャー、これもすごいいいと思います。これショルダータイプのカメラバッグですけど、普通に普段使いしても全然かっこいいですけどね、このカメラバッグは。まあこんな感じですね。まあ、僕の、カメラバッグに欲しい要素としては、その上の層が空いている、空間があるカメラバッグ、あの衣類だったりとか、あとダーツケースとかね、僕のダーツケースとか入れれるスペースがあるってことと、まあ、もちろんカメラを入れるスペースがあるってことと、パソコン入れるスペースも欲しいっていうのがありますね。エブリデイバックパックの方もパソコンも入れることが一応できますね。なのですごい悩みますけどね、やっぱりあの安いこういうカメラバッグを買ってもいいんですけど、結局あの僕このニューウェアの、これニューウェアっていうのかな、これのメーカーのあのカメラバッグ持ってるんですよ。で持ってたんですけど、内側のファスナーがもう 2,3 回使ったぐらいで壊れちゃったんですよね。やっぱりちょっとその辺の剛性も不安っちゃ不安ですよね。やっぱりそこは無難にピークデザインのやつなのかなとは僕は思ってます。まあ、今のところはあのでかいバッグを今持ってるんで、一応そこにもうそのまま本体を入れちゃってるって感じなんですけど、できればこういうカメラバッグでちゃんと仕切ったところに入れて決めて、ここに入れとくっていう風にした方がいいと思うんですけど、まあ買うとしたらこの辺ですけどね。まあ多分近いうちには買わないですけど。ということで今回はカメラバッグについてちょっとお話ししました。皆さんのねおすすめのカメラバッグとかねあれば、コメント欄の方に、記入していただければね、僕もすごい参考になるんで、ぜひコメントください。それではまた皆さん会いましょう。さよなら。